こんにちは、ドーミー夫婦です。このキャンピングカーを購入して2年が経ちました。この2年の間にいろいろ工夫したり DIY をしたんですけれども、今2年経ってどうなっているかお見せしたいと思います。開けてすぐ工夫してあるとこ、ここ傷防止、汚れ防止にこれパパが DIY して貼ってくれたところ、そして靴箱の中もこれも柔らかいフェルトのやつ、下スポンジになってるやつパパ入れてくれて、そのままずっとこれ靴2段入れれるやつをここに上と下に入れています。そしてここにちょっとトイレ行くときとかに履くサンダル、そしてこれが物入れ、運転席の方から手伸ばして入れるフリーの物入れになってて、このはしごは長旅するときはつけてる。そう、最近はずっとつけてるね。そう、うん、で雨の日とかここから出入りしたいときはこれ外すんだけど、最近はこれになった方が年取ったせいだろうかねやっぱり楽だっていうことで初め外してたんだけど、はしごもつけっぱなしになってて、あとパパが工夫してくれたここのところにある、ここにスペースがあるから、これはちょっとしたなんだろう、虫よけとか芳香剤と、あとは車中泊する時のナビとかにかける目隠しをすぐ取れるようにここに入れていて、あとゴンだって傘を入れるとこが実はここにある。ちょっとなんかグググググってするとこれここのところ映ってるかな、傘はここに忍ばせています。ググ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 グ。これどういう風にしたんだ。これはね、市販のカゴ、市販のカゴを少し改造して、で水もこぼれないように奥側改造して、そしてそのカゴってこのゴミ箱と同じタイプのやつホームセンターで買ったんだよね。 それのこのタイプの長いやつ、このパパが傷つくの嫌だからこう柔らかいタイプ専門ということでこの実はね、トイレットペーパー入れなの。そう売ってるのは銘柄トイレットペーパー入れって書いてたよね。 それが傘入れになっているという。これは時たまちょうどサイズが良かったんでこういう風になっていると。そしてテーブルが傷防止で、天板をこれ何製っていうのかな、なんだっけ、アクリル製じゃなくて、アクリルをこう切って上に載せているような状態で、でこれちょっと失敗が、あの電子レンジで温めた熱いのを置いたらちょっと変形してしまってボコボコになってるから、そろそろ作り直すかなっていうところになっています。でこれニトリのオーダーで作ったカーテン、こんな感じになってて、でレールとかついてなかったんだよね。そうそう、ここもレールじゃなくってパパが DIY で作ってくれたレールをつけてオーダーのカーテン測って、こういう形状でっていうことでニトリさんで作ってもらったやつ、これは結構良いです。で取り付けるところも穴とかパパ開けたくなかったから、そうボタンの穴、もともとのボルトの穴、を利用して そこに引っ掛けるような感じにしてレールをつけているという感じ。これこうです。やばい、これはあった方がいい。いい、うん、じゃないと荷物とかが置いたら丸見えになっちゃうから。 そしてあと布団はこの形状に合わせてトゥルースリーパー、これ自分たちで切って DIY して作ったやつ、上下トゥルースリーパーになっています。あとこれはアイファンクリップ、空気循環させるやつ、コストコで買ったやつ。どれ、あこっちだ、あ違うやり方が分かんない、こう風循環させるようになってます。結構これ活躍してるよね。してる、よいしょ、こんな感じ。
ただね、この線があるから見栄え的にはあれなんだけど、ここは物入れ、回路とか入れてるのかな。でちょっと機械があるからあまり置けなくって、これは匂いの出ないゴミ袋になっています。そして真ん中はというと、これは普段すぐ使う、取り出しやすいように、これはビニール袋、ゴミ袋一式、そしてこっちもティッシュとか、あとはご飯の時に使うランチョンマットとか、すぐ出せるカップとかがここのところに入っています。で、傷つけたくないから必ず柔らかいやつ、これ100均のやつ、セリアで2、300円だったかな。で、これは今入ってないけどお皿入れに使うやつになって、で、こことここは本当に常にすぐ使いたいものを入れていると。ここは何が入っているかというと、これはお買い物する時のショッピングバッグ、あ、ここに鏡とかもね入れてて、で、これは本当に普段使うやつが、ここ食器、割れる食器使ってるので、ちなみに、はい、分かるように何でもマジックで書いてあるコーヒーカップ、普段のご飯茶碗とか、これキャンプ用のやつみたいだけど箸置き入れて、これは万能のカップで、お茶碗、まあ、コーヒーカップ割れないようにっていう感じで、ちょっと見栄え良くするのに割れるカップを使っています。で、これならちょっと動いても大丈夫っていうことで、ここに取り出しやすいところにストンと置いています。そしてシートなんですけど、シートは前まではこっち反対側と同じように座るような感じにして、こう頭のヘッドレストついてるんだけども、広く使いたいということで半分ベッド展開状態にして、もう私がこう広く使っているという感じになってます。で、本当はここのところに背もたれがあって、ここで椅子で座るっていう感じだけど、狭いので広く使って、このままでも寝られるっていうような状態のシートの展開が一番気に入ってるんで、このお座敷モード半分にして使っています。そして台所用品はここです。これはこんな感じ、もうラップ、まな板、シート、ちょっとした調味料とかスプーンとか、アルコール除菌ティッシュ類はもうすぐ取り出しやすいように、で、包丁もハサミとかもここに入れてる。で、これポリ袋、本当にすぐいつも使うやつで、ここの失敗があまりたくさん入れてたら、ここの間、ここ冷蔵庫の機械の上にビニールが入ってしまって、冷蔵庫が冷えなくなってビルダーにね持ち込んだっていうことがありました。それ以来はここには物は入れないように、動く物は入れないようにしています。ここは水タンクのところ、ここの横のスペースのところにシートのまな板、大きいやつを積んでいます。そして私のいつも寝ているベッドの方は、これもまたトゥルースリーパー、自分で切ったやつになってて、ここには何を入れているかというと、ここも実は食器を入れています。こんな感じになって、これは3COINS のやつだったっけ、3COINS の化粧バッグみたいなやつなんだけど、こう取り出す。で、あまりスカスカだとこう動いて食器だから割れたりするのが嫌なので、結構ピチピチ状態で入れてて、中どうなっているかというと、
これもとお皿、お皿をこういう感じで1枚ずつになる感じで入れています。でもカップ類とかちっちゃい小物のお皿類を入れています。そしてピピピピピとしまっている。でこっち、これもでもこれ自分で入れておいて何だったかなって分かんなくなっちゃうけど、うん、一番湯飲みとか今はこれで、これはたまに家に持って帰って中の食器をちょっと違うものにしたりして楽しんでいます。今はちょうどこれ湯飲み2つ、そしてこれは大きい皿かな、こう大きめの皿を入れています。どうも、やっぱり動いて割れたり飛び出たりするのが嫌だから、どうも、あ、そしてこれ目覚ましここに出てた。こっちはあまり使わないものが入ってるかな。これは1回分の温泉セット、お風呂用品、タオルとか1回分の下着とかちっちゃいシャンプーとかリース入ってて、これはジャンパー、人参用のここに積んでます。でこれはちっちゃくまとめたダウン、寒い時用の入れています。まあ、こっちは衣類とお風呂のものです。二段ベッドの下、これがパパ DIY してくれたやつで、使い方は、使い方はですね、蓋が開くように作ってあって、これ観音開きっていうのかな、観音開きは両方だから、これは何開きというのでしょうか。大容量ポータブル電源、これがあるととても安心っていう感じ。これ重いので、かなり重いので、うん、積みっぱなしで閉める。そして上に荷物が置けるようになっていると。ここにね、物を置きたくて、うん、こういう台を作って、パパ下着とかね、何でもマジックタグがついているという、うん、一応標準のここのベッド用のがあるんだけど、うん、ちょっと取り外したりとか、こういう蓋の構造もないので、うん、それを1枚は外してしまって、うん、で自作でこういう開けられるように作ったので、下も上も使いやすい。そう、便利なの。旅してる時はここの下にね、あの洗濯物とかを袋に入れて、ね、入れられるし、入れられる。しかも、はい、ここから上に荷物があったら、ここからね、洗濯物をどんどん押し入れていくといった感じで、ここの下にはトイレの椅子が入っていて、今冬なのでスノーフェルパー、ソフトヘルパーって書いてるね。そうそう、商品名。水色のは保冷の容器になってて、食料、臨時のものとか積んであるといったところ。そして2個セットの iPhone クリップ、もう1個ここにつけて空気を循環させているといった感じです。あ、2年経ってるけどこれ掃除してないけど、汚くないんだね、あんまりね。もっと虫たまるかなと思ってたんだけど、綺麗だよね、うん、意外です。ほう、ちょっとね、赤いのが見えている。フォグランプ、見えないけれども近よけの笛がついている。一応市販のだけど、傷防止のシールを貼った。ハンドル、これはカバー、カバーなんだ。モモドレスアップですか。そうこだわり。そしてこれ、ああ、ドリンクホルダーね。ドリンクホルダーを増設した。助手席も増設。足元は USB 増設。ゴミ箱、白いのが私の足台、パパが作ってくれました。ゴミ箱はここの穴のところからゴミが入れられるという2年後の状況でした。チャンネル登録、高評価、励みになります。ご視聴ありがとうございました。